んばんは。パンドラと金色のライオンたち第5回目になります。5回目のゲストにあけみの会いたかったミュージシャンとしてお越しいただきましたのは、初女性ゲストですね。お美しい方あのバロックハープ奏者で、ソプラノ歌手の久保田純子さんをお迎えしました。イエーイ。どうもお久しぶりでございますよね。何年ぶりなんだろう。2、3年そんなぶりですかね、はい、ね、ばったりお会いしたことが、あ、ばったり、ばったり、ばったりね。その前に私がイベント企画でね、久保田さんをお呼びして、ホームコンサートとか、はい、お店でのなんか、ハーフ演奏をね、していただいたり、歌を歌っていただくっていう形、なんか3回ぐらいですかね、そうですね、ね、やっていただいたきりね、そうですね、ちょっとすごくね、聞きたかった。この美しいハープのね、そうですね、うん、ね、今日だから演奏を聴けるのですごく楽しみにしていますね。ありがとうございます。はい、それでですね、このバロックハープというのはちょっとあまり何でしょう、普通のハープとちょっと違うんですよね。はい、ね、なんかすごく聴いてるとね、心地よくて宮廷にいるようなこうイメージになるんですよね。そうですね。ね、それでね、今日はね、ちょっとこの実際にこのハープをちょっと説明していただこうかなって思うので、ですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、バロックハープと言いましたが、ハープというのは本当に時代や国によってものすごくいろんな種類があるんですね。で、古いところ、歴史を遡ると、それこそ神話の、ギリシャ神話とか、ああいう時からもう要するに枠があって糸を張ったらハープになるので、いろんな形があるんですけど、でこれはイタリアのバロック時代、1600年から1750年ぐらいにかけて演奏されていた楽器のレプリカです。で、大きな特徴としましては、そうですね、ペダルがない。今よく見かけるオーケストラハープっていうのはもっともっと大きくて、もっとここがすごく太くって、ペダルが7本ついてるんです。で、弦が1列です。なんですが、この楽器は映ってって分かるんでしょうかね。その弦がとてもたくさん貼ってあります。この上の貼ってあるこの金具を見ていただければ分かるんですけど、これだけ全て弦が貼ってあって、この楽器は76本弦が貼ってあります。随分ありますね。はい、たくさんあります。ね、調律が大変です。ね、そうでしょうね。はい、で、弦が全て貼ってある代わりにペダルが1本もありません。なので、オーケストラハープなんかだとちょっと自力で運んでくるのは難しいんですけど、これだと私がこうやって女性の力で、女性の力で持ち上げることができます。まあでもちょっと重いです。何キロぐらいあるんですか？これはね、ケースに入れて17キロあります。17キロ。だから本体だけだと10キロちょっとですね。12キロぐらいあったかな、確か。はい、この下がこう立った状態で安定させるために下に少し重さを、重りを入れてるんですね。ああ、そうなんですか。下の部分に、はい、なので見た目よりちょっと重くなってます。で、さっきそので、弦が3列に張ってあると言いましたが、はい、その内訳は、はい、外側にピアノでいう白鍵、同じ音が張ってあります、ドレミファソ、で一番下の1オクターブは、左手で低音、右手で高音を弾きますので、一番下の1オクターブは左手分で、上の1オクターブも右手分だけ、ここだけ2列弦になってるんですね。で、真ん中にピアノでいうところの黒鍵、真ん中ので、ピアノと違うのは四が2本、ピアノだと白鍵だけ、白鍵と白鍵の間に黒鍵がないところがあるんですけど、そこにも全部弦が張れるんですね。で、何のために張るかというと、ピアノは平均律といって、調律の方法がこの時代はちょっと違うので、実はミのシャープ、違う、ファのシャープと、ごめんなさい、ラのシャープと、ラのシャープとシのフラット、ラのシャープとシのフラット、ピアノでは同じ鍵盤になります、ところがこの時代の調律法になると、
違う音になってしまう。違う音になるんですか。違う音になってしまうんです。なぜなんだろう。はい、調律法が違うので。なので、あの、まあ2本ちょっと、あのファミのフ、ミのシャープとファ、違う、ラのミの、うん、ラのシャープとシのフラットとか、うんうん、ミのシャープとファのフラットっていう、はい、あの、本来だったらピアノだったら国権のないところですね、うんうん、国権のないところに違う音が起きるっていう、うんうん、まあその調律としてはそういう特徴があります。で、真ん中の弦はどうやって弾いて、まあ、先ほど右手が高い方、左手が低い方と言いましたから、うん、こんな風に弾くわけですけれど、うん、真ん中の弦は弦と弦の間に指を入れて弾く、このここを弾いてた指を中に入れて弾く。で、同じ両側から弾けるので、うん、右手でも左手でも真ん中の弦は弾きます。でも、うん、左側の弦を右手で弾くことはないし、右側の弦を左手で弾くことはないですね。というような感じですね。で、あと、弦の素材は羊の腸をよったガットというものでできていまして、羊の腸ね、はい、あの、昔はテニスのラケットね、ガット弦って言います、うんうん、言いますけど、これがそのガットです、はい、だから、あの、湿度や温度の変化に弱くて、あの、日本の夏高温多湿には耐えきれずに、ブチブチと切れるんですけど、切れちゃうんです、ね、切れるんです。あ、で、切れると、これから切れる時期、そう、これから切れる時期、あら、どうしましょう。だから、あの、夏の間は一日中、うん、クーラーをかけっぱなしに、あ、この子のためにこの子のために、ね、そうなんです、ね、大変。なぜこのバロックハープをやろうと思ったんですか。もともとは歌を歌っていたんですけど、声楽の、はい、で、声楽で古い音楽を歌って、うん、まあ、そのバロック時代のイタリアの音楽を中心に演奏してたんですけど、うん、で、さっき、あの、調律が違うって話しましたけど、うんうん、はい、あの、古い音楽の伴奏は、うん、チェンバロだったり、リュートだったり、ハープだったりって、その古い音楽のその時代の楽器を使うことが多いんですね。うんうん、で、あの、まあ、私はイタリアに行ってる、はい、行ったことがあるんですけど、うんうん、イタリアは留学ですか。留学で、はい、で、その時にちょうどたまたまハープの先生と知り合って、うんうん、なんて素敵なんだろうって思って、そこでね、そこで、そこで巡り合っちゃったのね。巡り合っちゃってね。あの、始めたいって言ったら、まあ、周りからは何をバカなことってすごい、え、周りから言われたんです。言われました。まあ、年齢的に今から新しい楽器を始めるにはっていう、ちょっとクラシックの方たちは、そうですね、子供こういう小さい頃から、そうですね、やっぱり小さい頃から皆さん楽器をやってるので、うん、で、まあ、でも私としては、まあ、ちょっと弾ければ歌の伴奏に自分ができればいいなと思って始めたんですけど、まあ、あの、楽しいので良かったなと。なんかこの音色を聞くとね、本当にその、なんだろう、宮廷の中でね、そうですね、紅茶を飲みながら ね、 いいね、そんなイメージがこう、はい、ぼってね、来るんですよね。ね、そう、そんな素敵なバロックハープをね、ずっと何年ぐらいやってらっしゃいますか。もう20年ぐらいになりますね、うんうん、そうですか、はい、何を笑っているのか。あ、分かった、そんなになっちゃったのかなっていうちょっと思ったんですけど、いや、20年まだまだですよね。まあ、そうですね、まあ、だからやっぱりその子供の頃からピアノとかバイオリンとか早く始めるので皆さん、うんうん、そういうことを考えると、うん、まだまだなんですけど、うんうん、はい、まあ、日々精進ですかね。そうですね、もう音楽はもう何でもそうですよ、ね、何でもそうです、ね、もう日々精進しなければもうこれでいいということありませんからね。ない世界に入っちゃいましたね。本当にね、はい、本当ですよね。ね、はい、わかりました、ありがとうございました。では、これから演奏の方をね、実際に演奏のお歌ですよね、はい、聞かせていただきますね。で、タイトルは自分の方からこう言っていただけるとありがたいです。はい、はい、ではまず1曲目はバッハ、ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲のプレリュード、はい、これはあのピアノでもよく演奏される曲です。で、続いてミケランジェロ・ガリレイというガリレオ・ガリレイの弟が作曲したトッカータというハープのソロの曲、そして続いてタルクイニョ・メルラという人の信じる者は愚かであるフォレベン・ケシ・クレーデという曲です。簡単に、はい、
歌詞の内容いいですか、はいはい、自分がすごく愛してる女性がいて、で彼女のために自分が囚われの身になっている、周りの人たちがその私のことを不自由だ、そんな風に囚われになってるのは不自由だからきっと自由を求めているに違いないって言うけど、そんなことはない、言いたい人は言えばいいけれど自分は彼女に囚われているのが幸せなんだと言っている曲です、はいはい、そしてジローラモ・フレスコバルディという人の作曲したそよ風吹けば、そよ風吹けば森は木々は緑に輝き、みんな、なんですかね、妖精たちが幸せに踊るみたいな、うん、なんかそういう、うん、でもちょうどこの時期にね、そうですね、爽やかな感じの、ね、はい、はい、で曲です。一曲このいつもサポートしてくれてるメンバーね、はい、ピアノの平賀篤さん、そしてベースの阿部恭平さん、はい、その今の曲ですか？いえ、違います。その一緒に演奏させていただく曲は、はい、タランテッラ・デル・ガルガノという、はい、ガルガノ地方のタランテッラという、はい、イタリアの、はい、トラディショナルですね、はいはい、の曲なんですけれど、うん、はい、それをご一緒させていただきます。そういう形でジョイントというのは初めてですね。バロックハープとギターとか、うんうん、そういうのがあるんですけれど、ギターですね、ピアノは、ね、ピアノは本当に初めてで、ね、とても楽しみ、ベースも初めてです。あ、はい、そうですか。じゃあ今日初体験ということで、ベースってそのいわゆるバロックのコントラバスっていうのはまあ存在するので、うん、そっちはあるんですけれど、うん、本当にこういうジャズのプレイヤーの方とご一緒させていただくのは初めてです。今日初なんですね、はい、すごい、すごい楽しみにしています、はい、それでは今から3曲続けて、ね、演奏していただきます。よろしくお願いいたします、はい、
Thank you.
女性のゲストさん、バロックハープ奏者の久保田純子さんをお迎えしました。はい、それでは、はい、よろしい？皆さん準備はいいですか？今からそんなにどうでもいい話のコーナーですよ。はいはいはい、忘れてた？大丈夫？起きてた？大丈夫です。じゃあいきますよ。ロージー、ハックン、マルセルのそんなにどうでもいい金の話はい、はい、今日のお題はマルセルね。はい、自分でしたね。自分ですよ、はい、よろしくね。はい、はい、ですね、まあ4月も迎えまして春になって、でちょっと桜が咲いてたもんで、その時に思ったことなんですけども、うん、まあ昔、まあ、結構あ桜だななんてちょっと気分は上がったりしたんですけども、よく考えれば昔って自分はそんなに桜好きじゃなかったんですよ。もうどっちかっていうと、そういう人いるのね。どっちかというと、そういう人が初めて聞いた。鬱陶しいなとか、なんかもう嫌だなって感じだった。ちょっとひねくれてるんで、クリスマスとかもそうなんですけど、うん、なんか浮き足立ち上がってみたいな感じで。ひねくれ者。そうですね。なんかひねくれ者、うん。みんなが好きっていうもの嫌いみたいなとこあったんでしょう。ちょっと尖ってたんでしょうね。多分。うん、それがまあ20代半ばぐらいまではそうだったんですけども、うん、まあ年取ってきてからは、まあ、桜だなんて思うようになったんで。うん、綺麗と思うようになった。綺麗と思うし、なんか本当あれですね、来年も見たいなって。なった？ちょっと来年も元気に見たいなって思うようになったんですけど、うんうん、そういうものって皆さんありますっていう話ですね。ああ、はい、じゃあ、じゃあ先どうぞ。私から。はい、はい、レディーファースト。私ね、あんまりちっちゃい頃嫌いなもの、大人になってもらうと嫌いなの。はっきりしてるね。だけど一つ言うならば、豚肉。豚肉が若い頃子供の頃は嫌い。絶対にダメだった。アレルギーとかではなくて。じゃない。そのものを想像してしまうの。豚さんを想像する。うん。牛さんとか鳥さんは想像しないんですか？大人になってからそれを想像するけど、したんだけど、子供の時は豚だけ。
まるっとその姿が出る。はい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 。だから私かわいいなと、かわいいなと、かわいいのになんでって言ったら、うん、あの母親が鶏肉、豚肉を鶏肉、鶏の唐揚げって言って出したの、私も食べないから、それも食べないといけないって。だけどもうそすぐ分かるじゃない、一口かじってかじったら、味がね、味がだって、まあ鶏肉じゃないもん。まあ、そりゃそうです。そりゃそうです。そりゃそうです。そうなの。だから、まあ、そんなね、母親も苦労したみたいですけど、うん、だけど、大人になってから、私、アレルギーがいろいろ食べ物出始めたのね。海のもの、お魚以外も今食べられないの、うん。アレルギーが出ちゃって、で、そういうものを食べられなくなったら、じゃあ何で補給すると思った時に、じゃあ肉もちょっと食べないとと思って、赤身だったら少し食べられそうと思って、少しずつは今食べられるようになってね、大人になってから。そうなの。好きってほどではないですか。1年に2、3回でいい。あ、肉を食べるのは。肉っていうか豚肉ですよね。うん、なんかヒレカツとかちょっと食べられるようになった。ヒレカツが一番好きですか、豚肉料理では。好きじゃないけど、うん、なんか補給するために。あ、ギン無理やり食べる。無理やり、そう、うん、そんな感じですわ。ですわって、ちょっと元に、私に戻すとか、ね、ですわ。そうなん、じゃあ、あくま？あれ、なんかなんだっけ、昔嫌いで今。今は好きだったり、許せるとかね、好きなもの、うん。ある程度好きになったもの。食べ物じゃないですけど、うん、僕は学生時代とか、その小学校、中学校、高校とか、ずっと歴史っていう教科が大嫌いだったんですよ。歴史ね、うんうん、まあ国語も嫌いだったんですけど、うん、国語は今でも嫌いかな。でも国語って何やったっけ、漢字書いたり。漢字はいいんですけど、まあ、文章読まされて、なんかこれが言いたい言葉とかですね。僕はちょっとそれちゃうんですけど、うんうんうん、文学部の阿部君をとても尊敬します。すごい、まあ、それ文学部でやられる、尊敬します。まあ、タイプ違うってことでしょう。それぞれ読みに。そうですね。いや、音楽は、ね、すごいよく通じるんですけど音楽、あ、面白いなと思ってで話しとっちゃいましたけど、その歴史が大嫌いだったんですけど、音楽をこうやるようになって、いろいろ音楽的興味から、うん、そのそれぞれの音楽、まあ、ジャズとかラテン音楽とかロックでもブルースでも何でもいいんですけど、そういうものの、うん、調べていくと、それだんだん歴史になってくるんですよね、うんうん、歴史につながってて、それを調べ出したら非常に楽しくなってきて、うんうん、もう大学を卒業するぐらいから急にハマりだして、うんうん、もう今はもう趣味が歴史っていう感じ、うんうんうん、そんなになったんですね。大好きになってしまいました。でも音楽をやったことでそのように嫌いなことを克服、克服まで、なんか自然絶対それとってます。でも良かったじゃないですか。そうなんですよ、ね、いや面白いことが増えたので、うんうんうん、非常に面白いことですよね、うんうん、僕なんか本当知り合ったってちょっと経った頃から歴史の話いろいろしてたから、もう好き、もう好きなんだ子供の頃からと思ったら意外でしたね、うん、そんなだったよね。そうね、子供の頃は逆に嫌いだったんだって、そう思うと意外ですね、うんうんうん、いや大人になって相当時間経ってるので思いっきりだったね。みんなでもそれぞれあって面白いですよね。みんなでも多分みんなあるでしょうね、我々に限らず、みんなみんなあるよね。食べ物とかもあるしね、それこそね、食べ物もね、食べ物ね、もうわさびとかね、みんな嫌いだったね、子供の頃はみんな嫌いだろうしとかね、いろいろあるでしょうね、うんうん、まあでも大人になって克服したということで、はい、よかった、一件落着。そうそう、みんないい落着、まあ、そういうもの増えた方が楽しいですからね、うん、そうなのよ、それは ね, ね, ね、ないよりはあった方がいいですからね、好きなものは、そう、いっぱいあった方が楽しいと思うんですよね、うん、ね、はい、わかりました、マルセルのお題、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも、お疲れ様でした。はい、それでは二人の演奏をね、ここで、はい、ちょっと待って、二人とも今日めっちゃかっこよくない？スーツ？ネクタイ？すごいかっこいい。まあ、ある人からのね、うん、圧力がかかり。そうなんだ。ネクタイをしてきたらどうだと。圧力が。圧力。誰とは言わないですけど、ある方から圧力がいるんですね。生意気な。ね、そうなんだ。でも私がね、スーツが似合う男が大好きなの。ああ、そうですか。そうなの。そう。そうなの。だからなんかもう、こう今日はいい男二人。でも残念
ね。だけど我々スーツ着ないがためにこういう生活してるようなとこ普段あるんですけどね。なるほどね。T シャツでも OK なのね。そうそう、 T シャツとかパーカーとかとかね、ほとんどしない、うん、じゃあ窮屈ですか。普段あんましないですね。窮屈っていうのはつけるのに10分ぐらいかかっちゃうんですよ。え、嘘、もう本当にそんなに違うな、違うな、やり直してない、違うな、違うな、違う、違う、違う、じゃあこれからでもこういうスーツの出番が増えるかもしれないから、はい、練習しといて。そうですね、はい。はい、それでは、今日演奏していただく曲は何でございましょう。あ、どういう順番、どうすればいいんでしょうね。アントニオ・ジョビンか、ジョビン、あ、ま、ジョビンか、ジョビン、ジョビンさん、うん、うん、はい、ウェーブ、ウェーブね、はい、ボサノバですね。そうですね、ジャズでもボサノバでもおなじみという曲ですね、はいはい、じゃあそのウェーブを演奏していただきます、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。皆さん、今日もパンドラと金色のライオンたちご覧いただきまして本当にありがとうございました。
5回目に明美の会いたかったミュージシャン初女性ゲストさんにお越しいただきました。バラックハーブ奏者でソプラノ歌手の久保田純子さんをお迎えして華やかにお送りいたしました。楽しんでいただけると嬉しいです。さて次回ですが、視聴者の方から少しお声がありました。いつもサポートしてくれているこのピアノ平賀敦志、そしてベース阿部恭平による、ちょっとライブ感覚で何曲も曲を、ね、演奏していただくという形でお送りしたいと思います。私も3曲ほど歌わせていただきます。どうかそちらの方もお楽しみにしていてください。